結論から言うと、愛犬たちと出会う前のビフォーアフターの私ははっきり言って別人です。今日はカテゴリー別にビフォーアフターをシェアするので、私と同じような共通点があるのか、あなたのビフォーアフターを考えながら愛犬ちゃんと一緒に見てもらえると嬉しいです。こんにちは、シンプルドッグライフのゆいこです。虹の端にいる17歳の愛犬リオ娘と、3歳のちびっこマイティ、そして7ヶ月歳の保護犬リディアのダックスママです。愛犬のお役立ち情報を毎週動画にしています。こんな感じのおすすめ動画も作ってますので、こういった内容に興味があるよという方は画面の右下の方にあるチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録していただけると私たちの励みにとってもなります。それでは早速一つ目のビフォーアフター、時間から。やっぱり一番大きく変わったのは自分軸から愛犬軸の時間の使い方になったということです。これは決して自分の時間をなくして愛犬に時間が取られちゃうっていうことじゃなくって、自分が心から愛犬と一緒にいたい、そういった思いがどんどん強くなって、自然とね、愛犬と限られた貴重な時間を大切に過ごしたい、そういう気持ちが強くなったっていうことです。愛犬家じゃない方からすると、まあ、もしかすると自分がないとか、自分を犠牲にしてワンコ以外の視野がない、そんな風にね思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実はね全然違って、愛犬と出会う前、私の場合だとケムクジャラの長女リオが小さい頃もとにかくね無駄な時間が多かった。例えば付き合いの飲み会、意味のない接待、物欲を満たすための買い物、浅い付き合い、残業や休日出勤。今振り返ってみると、こういう時間の使い方って人生において本当に時間の無駄だった。今言ったようなことって上辺だけの時間の使い方ですよね。時間だけは取り返せない、愛する人美容娘との貴重な時間、その時にだけしか取れなかった大事な時間、それを失ってしまった。もう何も考えてない間に無意識に過ぎ去ってしまったっていう後悔、命に関わる大きな病気をリオがしたこと、それが私にとって時間の使い方を考える大きなきっかけになりました。その時に初めてね時間の大切さを知ったんですよね。アフターの今現在は数年かけてね、今も継続中なんですけど、時間の使い方をかなり意識して改善してきたつもりです。なんでさっき言ったようなことは今はほとんどしてなくって、働き方自体も例の流行り病でテレワークにしたり、洗濯と集中をしてさらに絞ったり、できるだけ会いたい人とだけ会うようにして、日常生活のね雑務雑用だったりっていうのは常にね時間効率を考えて、もっと早くもっと自動的に効率よくやれる方法はないかっていう風に考えるようにしてるし、愛犬との時間、自分が幸せだっていう風に感じられる時間、それをできるだけ増やせるように日々努力してるつもりでいます。それでも今でも YouTube 見すぎちゃう傾向にあったりとか、もっともっとね改善できることはあるんで、まだまだ理想とは程遠いんですけど、それでも愛犬との時間を大切にしたいっていう、そういう強い思いがなかったら、気づきがなかったら、日常の時間効率なんて考えもしなかっただろうし、時間の大切さを教えてくれた愛犬たちにすごく感謝してます。2つ目のカテゴリーは性格。性格のビフォアは私の場合めちゃめちゃ分かりやすい変化でした。ビフォアの私は社会人になって激務になって性格がねすごく悪くなってしまってたと思います。リオと出会う前、出会ってからも最初の数年はすごく仕事人間で、毎晩すごく遅くて、それでもね仕事が終わらないような状態で、全くね余裕がないどころか精神的にも追い詰められて、もう誰かがね邪魔してこようものなら、話しかけようとするものならもう噛みついちゃうじゃんみたいな、話しかけないでっていうオーラも半端なかったし、職場とかではね自分自身に優しくなれないから、そういう人って他人にも優しくなれないでしょ。愚痴ばっかりでストレスまみれで精神的に追い詰められて、本当にね自分で自分のことがすごく嫌いだった。でアフターは一言で言うと優しくなれる自分に戻れた感じ。
愛犬リオがね、自分の命をかけて人生の向き合い方を教えてくれたおかげで、笑顔もね増えたし、人生を見る視点も大きく変わったし、心の余裕もできた。確実に言えるのは、自分自身に対しての愛がなかったら、周りの人にも愛なんて与えられないし、優しくなんてなれないっていうこと。だから意地悪な人って周りに対してね、意地悪っていうだけじゃなくって、自分自身に対してもね、意地悪になっちゃってたりとかするんですよね。愛犬は常にね、愛犬自身を通じて鏡のようにね、光を見せてくれるっていうか、正しい方向に導いてくれるでしょ。愛犬たちの無償の愛、もう強烈な愛のパワー、溢れる愛で私たちが満たされて、だからその愛をね、周りにもお裾分けできるようになるのかもしれないですよね。だから愛犬を愛していく生活の中で、自分の子たちだけじゃなくって、他の子たちにも、他のワンちゃんにもね、幸せになってもらいたいってすごく思えるようになったし、強いては他の動物たちにも優しくありたいっていう風に視野が少しずつ広がって、そういう風にも感じられるようになってきたんですよね。今はね、悩む時とか、ちょっと躊躇しちゃうような時とか、今 A と B どっちにしようみたいな時には、リオだったらどうするかっていう風に考えるようにするんですよね。誰かに助けをオファーするとか、何か手伝うとか、そうすると自然とね、正しい答えが見えてくることがよくあります。で、そのベースにあるのは、ちょっとでもリオにね、リオはお空に行っちゃったけど、リオにふさわしいようなママになれるように、ちょっとでも近づけるようにっていう思いで、今でもそういう気持ちでずっといるから。3つ目のカテゴリーはライフスタイル。愛犬の喜ぶ顔が見たくて、私個人的なね、私のもともと持ってる性格としては、全く興味がねなかったどころか、どちらかというと嫌だ、嫌いだった、苦手だったっていう、アウトドアだったり屋外のイベントだったり、外にお出かけするだったり、運動も好きじゃない人なのに、今ではね、愛犬と外で一緒に走ったりとか。ビフォアの私は夜型でインドア派人間だったのに、アフターの今では朝型人間でアウトドアもするような人になっちゃったんですよね。未だにね、もちろん虫は苦手だし嫌いだし、日焼けもね、するのも嫌だっていう風に思っちゃう人なんですけど、愛犬のね、嬉しそうな顔を見ちゃうと、またね、その笑顔が見たくてね、やっちゃうんですよね、頑張っちゃうんですよね。今途中までの動画を見返したら、やっぱりね、プーちゃんたちのお顔が全然映ってなかったので、ちょっと工夫して上に上げてみたんですけど、今どんな風に撮れてるのかね、見えないので、良かったのか悪かったのかわからないんですけど、こんな感じで撮影続けたいと思います。お散歩も寒かったりとかね、体が体調が悪かったりとか、あ、今日疲れてて行きたくないって思う時もあるじゃないですか。でもね、実際にお散歩に頑張っていくと、一緒に愛犬たちと歩いてて、ちょいちょいねアイコンタクトしてくれて、嬉しそうな笑顔を見ると、本当にね、幸せな気持ちになるし、連れてきてね、よかったなっていう風に思えるんですよね。で、今となっては老犬のリオとの生活も共にした経験があるんで、そういうね、アイコンタクトで一緒に見つめ合える時間っていうのも、老犬でね、目が見えなくなったり耳が聞こえなくなったりすると、そういうこともね、できなくなったりするんですよね。だからね、より一層それが貴重っていうか、大切な瞬間なんだなっていうのが分かってるんで、よりね、ありがたいな、この幸せを今かみしめないといけないなっていう気持ちになってるんですよね。だからね、こんな私がここまでこんな風に変わっちゃうなんて、本当にね、愛のパワーってすごいなって日々実感してます。リオにお留守番しててもらった時期は、帰宅した時のね、お祭り騒ぎ、お迎えがすごくて、こんなね、思いでずっと待っててくれたんだろうと思うと、もちろんね、帰り道は急ぎ足になっちゃうし、帰りね、寄り道のスーパーだったりドラッグストアだったり行く時も、もうダッシュでお買い物で、お誕生日ともなれば、今までね、絶対そんなことするタイプじゃないっていうふうに思ってたのに、
バースデーソングは歌うわ。飾り付けやプレゼントも何週間も前から考えて、でそれもね、老犬になってくると年々ね、嬉しくて嬉しくてお誕生日が迎えられるのがなんかどんどんエスカレートしちゃう傾向にあったりとかするんですよね。私は人間のね、子供はいないんですけど、子供の喜ぶ顔が見たくて頑張っちゃうっていうね、親御さんの気持ちにね、本当なっちゃうんですよね。まあだからどうしても愛犬中心のライフスタイルにはなっちゃうんですけど、それはね、全く苦痛でもないし、自己犠牲してるなんて感じたことも全くないし、自分がそうしたくてやってる。で、私の場合は愛犬のおかげで自分の世界の外も見れるようになって視野も広がったし、さっき言ったように今まで敬遠したね、アウトドアで虫嫌いで嫌だみたいな感じでアウトドアね、怖い、食べず嫌いみたいなところもあったんですけど、今ではね、虫以外は楽しめるようになったりとか、何よりね、愛犬を通じて本当素晴らしい心のね、優しい方々とご縁いただいてつながれたりとか、愛犬のために一生懸命調べたり学んだりすることで、それが自分自身の健康にもつながってたりとか、愛犬のために愛犬に似合う人間になりたくって、そのためにね、努力したいと思ってるし、それが自分自身の成長にもつながってるっていうことが実感できてるんですよね。本当にね、愛犬たちのパワーっていうか、なぜね、神様がね、こんな素晴らしい生き物ワンちゃんを人間のベストパートナーに選んだかっていうのは、きっとね、私たち人間をより良い方向にガイドしてくれる、導いてくれる、地上のね、天使みたいなね、そんなね、役割を持った子たちなんじゃないかなっていう風にね、私はね、信じて疑わないんですよね。四つ目のカテゴリーは健康です。頭ではね、もちろん健康が大事、食べるものも大事。そういうね、情報としてのインプット、情報としては頭に形状が入ってるっていう感じだったんですけど、本当の意味での健康のありがたみとか食の大切さっていうのは、愛犬リオがね、8歳の時に初めてね、命に関わる大きな病気をした時に、その時にね、やっと初めて本当の意味で心にズンと刺さった感じがあります。逆に言うと、それまでは健康が当たり前すぎちゃって何にも考えなかったし、意識もしてなかったし、健康分野っていうのはもう頭空っぽ状態だったと思います。アフターの今では愛犬リオのね、病気をいくつか経験して、彼女の健康や食事を見直していく中で、私がね、本当の意味で健康でいられること、健康な体があることにすごくね、感謝の気持ちが持てるようになったし、私自身の健康や食生活を見直すきっかけにもなりました。もちろん私自身の食とか健康についてはまだまだね、理想と現実のギャップというか、自分への甘え、そういうのもあるんで、完璧とはね、ほど遠いんですけど、少なくともね、意識できるようになってきたし、自分自身のその健康っていう部分も大切にしなきゃいけないっていうことで、少しずつね、できることをやってこれるようになりました。なんで間違いなくリオのため、愛犬のためにっていう風に思って必死に調べて実践してきたことが、今では自分自身の健康にもつながってるし、まえちゃんとかりっちゃんの健康にもつながってる。最後のカテゴリーは考え方。愛犬たちは間違いなく人生でね、一番大切なことをね、日々教えてくれますよね。まるでね、すごく優秀なライフコーチがもう毎日横にいて教えてくれてる感じ。人生において大切なことっていうのは、その人によっても違うと思うし、同じ人でもライフステージによって違う時とか、このタイミングでこういう一番大切なことを学ぶ時期だっていう、そういうのがあると思うんですけど、そのタイミングもね、絶妙なタイミングで愛犬たちは教えてくれるんですよね。さっきお話しした時間や健康の話も、もちろんね、生きていく上では本当に要になるようなことなんですけど、私が今になってね、リオを虹の端に見送って思うのは、人生においてね、一番大切なのは愛する人と時間を共有できることだと思う。それが幸せのベース、
土台にある。どんなに嬉しいことでも一人ぼっちで喜んでたらそこまで喜べないし、どんなに美味しいご飯も一人ぼっちで食べてたら美味しさも何割減になっちゃいますよね。美味しいものを愛する人と一緒に食べるとそれ以上何倍も美味しく感じられる。人生も同じで、愛する人と共有できるからこそより素晴らしく感じられるし、より光が当たって鮮やかなものになると思うんですよね。それがたとえ愛する人が虹の橋に旅立ってしまっても、遠くに住んでて頻繁に会えなかったとしても、その思い、愛、心、魂のつながりっていうのは存在し続けてる。ビフォーの私は海外で仕事の実績を出すとか、あれが欲しい、これが欲しい、あれを買ったら次はこれが欲しいっていう物欲だったりとか、もちろんね、何かを頑張る、努力するっていうのはすごく大事、それは間違いないけど、少しね道を間違えてしまうと、当時の私みたいにモルモットのウィールの歯車みたいに目的なく走り続けるっていうか、うまい表現が見つからないんですけど、どんどん中身がない空っぽの人間になってたと思うんですよね。当時はなってましたから。幸せを感じられる、幸せに気づけるスイッチみたいなのがもう完全に破壊されてました、壊れてました。それが愛犬と暮らす中で小さな幸せに幸せを感じられるようになったし、気づけるようになったし、幸せはね、気づけることができたら目の前にね、たくさん毎日あるんだっていうことも教えてもらったし、その幸せを見つけた時に感謝する気持ちだったり、当たり前は当たり前じゃないから今を楽しむ、大切なことはね、全部愛犬たちが気づかせてくれた。あなたの愛犬家のビフォーアフターは何ですか？私と似たような経験はありましたか？ぜひコメント欄で教えてもらえると同じ思いを共有できるので嬉しいです。今日みたいな愛犬のお役立ち情報をもっと見たいよって思ってもらえたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押してもらえると他の愛犬家仲間にももっと広がりやすくなるので、ぜひポチッとご協力をお願いします。それでは最後のおまけ動画もお見逃しなく。今日も2人とも出演ありがとうございます。 YouTube 頑張ってくれてありがとうございます。いつもね、 YouTube を始めるときにこのドライビングベッドをね、お膝の上に置くと、まずはマイティが寄ってきてくれて、その後に今日はりっちゃんも寄ってきてくれたんだよね。 YouTube に協力してくれてありがとう。みんなもいつも応援してくれてありがとう。それでは。